のこれあのちょうどステージの裏で今操作してます。那这个就是我们现在工作人员是在舞台的背后，然后实际的来进行的操作。是。今日はですね、まだ日本でも実際にお見せしたことがないものをこの台湾で初お披露目しますので、お楽しみください。今日の画面は日本で公開過、今日は台湾台北電話台の機会を試着公開大家看。今から時間が許す限り走ります。走って行けるところまで行きます。现在时间有限啊，所以我们就是请这个角色能用跑快一点，然后呢，尽量多介绍一些内容给大家。我们帮忙后台的小帮手也掌声一下好不好？让他感受到他的热情，跑快一点。时间切れな、時間切れまだ走ります。会努力一直跑到时间到了。ここはいわゆるその廃墟都市と呼ばれているところで、主にこの先ほどレジスタンスキャンプからその廃墟都市というのが、冒険の中心となる舞台だと思います。对，那我们现在看到的是一个所谓叫做废墟都市的地方。那废墟都市和反抗军营呢，就是算是游戏当中一个中心的地点。これは走る専用ロムなので敵が出ていないです。对，那因为这个版本呢，就是专门就是要大家去看这个下水道の中はあるんですけど、ちょっと暗いのでライトをつけてもらいます。对，那现在我们来到了下水道，因为这边比较暗，那所以我们可以使用这个辅助机来帮忙开灯。この横にポッド君がボタンを押すことでライトをつけて歩きやすい。对，那你只要按下一个按钮，旁边的这个辅助机它就会帮忙开灯。ニアの特徴なんですけど、こういった形でローキングを挟むことなくシームレスに次のマップに移動することが可能です。那ニアの特色之一呢、就是我们在场景切换的时候、它会就是黑画面、然后再走开、然后全部都是直接过的、非常顺畅的换到下一个。ここが動いてるの初めて、動いてるの初めてですよ、ここ。这个是呢、大家首次看到的一个新的。綺麗だと思う人。大家觉得漂不漂亮呢？これもうちょっと、ね、奥まで行きたいんですけどね、この奥に入ってしまうといろいろ見えちゃいけないもの、なんかちょっと動いてるやつありますね。そう、そう、他很想要进去哦、但是其实在靠近点可能就会有一些没办法公开的内容、像远远的看一看、看到里面是不是有什么东西在里面的样子哦。この先に行くとその遊園地の、廃墟の中の遊園地のステージがあるんです。那总之呢、这个地方呢、在往前走就是一个游乐园的废墟的场景。はい、じゃあ次行きましょう。次、時間がない、時間がない。メイさんも現在、赶快前往下一个地方。やばい、あと3分で終わってる。好、据说剩下3分钟了。走って、走って。もう快点、もう快点。ちなみにこういう下水道の中でも水が流れてるところであれば、魚釣りだ。あ、後半一点、因为这是下水道、所以下水道里面当然会有水。那只要有水的地方。釣ってる時間ないから。对，这是。只要有水就可以钓鱼，但是现在我们真的没有时间钓鱼了。跑快一点，跑快一点，让大家看这边更好。次は、このゲームが発表された当初からあった、まあ、いわゆる人間たちが、買い物をする場所っていうデパート、デパートの跡地廃墟があるので、ちょっとここに行ってみましょう。接下来我们要看的场景就是，其实游戏在刚开始工作的时候，收集有很多美术都是在这个场景哦。那这个地方呢，就是大半人类去买东西的地方，是一个购物中心的一个地区。足がつれ。すごい。我要快点。通过这个购物中心会经过这个吊桥。でここは見たことがある人いると思うんですが、アートで結構表現して、ちょっと手前から上を見てもらって。我们在相信呢、因为之前在很多美术组公布的时候呢、都是用这个场景、所以可能很多人会觉得这个场景还蛮熟悉的。ただ、初期からチェックしてる人は、ここ見覚えあるなって人はいると思います。所以将近大家会觉得是有点眼熟。でここは実はここがもちろんそのバトルが行われたり成長してあるんですけど、この先に森の国と呼ばれる場所があります。だから我们在这边也会触发一些事件。那刚才这个可以从这个地方再看到一个叫做森林国度的地方。さらにこの森の国見てみれば、ここに今シャッターが閉まっているんですけど、何かしらの方法でこのシャッターを開けることによって森の国に行けるようになります。在游戏的实际游戏当中呢，是会通过某些的事件，然后这个可以拆，可
走走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 走すごい作り込まれてるから本当はゆっくりじっくり登ってみたいですよね。对，因为它这个场景我做的非常的细致，真的希望能够有时间的话能够慢慢的欣赏。時間ないからそこの鉄塔に登る。鉄塔。お、本当に。これですね。今のところで、所以我要爬到这个塔下面。わ、見事。ブラボブル。いいよ。オリルしそう。はい、こんな感じですね。中に女性は見えちゃいけないところは見えないだろうなと思いながら観光地へ出してみましょうかね。はい、これ就是今这个地图大概的样子。イヤホン越しに再度も忘れました。但是呢刚才然后面工作人员已经提醒到时间已经有点点超过了。一応この続きを、こちらのスタジオでこの後2人でやりますので、もしよろしければこちらもご覧いただければ、この続きをもうちょっとお見せできるかなと思います。等一下，你在这边，等一下，我